高橋美也です。今回から新しいことに挑戦しようかなと思います。前のチャンネルからですね、あえてやっていなかった動画、それがネタなんですけども、学生芸人を辞めてから1年と数ヶ月、仙台のあの環境だったらやれたネタっていうのがたくさんあったんですけども、いくつかね、自分がやってきたネタを改めて撮りましたので、見ていただこうかなと思います。1本目はですね、幼苗というネタです。学生芸人としての初舞台、2017年の大学芸会なんですけども、その時に初めてやったネタ、2017年の11月から仙台で、ネタをやらせていただいたんですけども、その時の最初のネタも幼苗なんですよ。最初にやっていたネタをやってみましたので、どうぞご覧ください。どうも、高橋美也です。よろしくお願いします。僕ですね、歴史の中でも戦国時代が大好きで、戦国武将かっこいいですよね。ということで、戦国武将の名前に関するものをね、皆さんに紹介していきたいなと思います。こちら、幼苗なんですけども、幼い時の名前ということで、昔の人ってね、名前結構変えてるんですよ。で、生まれた時に付けられるのがこの幼苗なんですけども、例えばね、徳川家康の幼苗、こちら、竹千代とか、あと伊達政宗の幼苗がこちらね、梵天丸、この〇〇〇とかね、なんとか千代っていうのが、幼苗でよく見られるパターンなんですけども、あとね、秀吉の、ね、幼苗、こちら、日吉丸、すごい縁起の良さそうな名前なんですけども、秀吉ってね、子供が全然できなかったんですよ。晩年にようやく子供が生まれたんですけども、そんな待望の息子につけた名前、こちらですね。捨てってね、すごいひどいなっていう名前なんですけども、実はこれね、ちゃんと意味が込められてまして、昔ね、捨て子は育つなんていうふうに言われていたので、よく育つよりということで、捨てってね、名前を捨てたんですが、3年で死んじゃうんですよ。すごい短い生涯だったんですけど、秀吉はね、もうすごいショックだったと思います。次に生まれた子供に、こういうね、間違いが起こさないようにと、秀吉、頑張って考えてきました。そして捨てた名前はこちら、広い。で、捨ててダメだったら広い場合だね。秀吉の上司のね、織田信長という人物がいます。信長の幼苗、こちらですね、吉報士。なんかね、ちょっとかっこいいですよね。丸とか千代とかじゃなくて、死っていうね、かっこいいですよね。ただね、信長はやっぱね、考え方がすごい。誰も考えつかないような幼苗を子供に捨てるんです。まずね、信長の長男。織田信忠、幼苗、こちらですね。はい。奇妙丸ってね、人って不思議だなと思ったんですよね。長男で奇妙丸ですから、信長の子男、名前、こちらですね。はい。お坊。シンプルっぽい名前なんですけども、実はですね、信長の生きた時代、この坊という字は、男の子を意味する言葉なんですね。つまり、男の子が生まれて、男の子って名前を付けたっていうのが信長なんです。そして、極めつきはね、九男、幼苗、こちらです。人、そりゃそうだよ。そりゃそうなのよ。で、生まれた時に、あれ人じゃない、じゃあ人かな、いろいろ紹介してきましたけど、僕が一番好きな戦国武将はですね、武田信玄なんですね。貝の虎と呼ばれました。戦国最強の武田信玄。ちょっと幼苗を踏んでみませんかね。武田信玄の幼苗、こちら。太郎、シンプル。